何で増量してるんですか今は。米。米の量だ。だからもう本当に鶏の胸肉と牛肉と米しか今食べてないです。あと卵ぐらいですかね。味付けとかは？は何も塩で。鶏胸？はい。一年中？はい。すごいですね。一年中ですよ本当だから。牛は？牛も塩かけるだけ。焼肉のタレとかかな？ああかけないですね。すごいですね。タレとかもなんか気持ち悪いですね。だからそう考えると本当になんかつまんない食事してる。我慢してんじゃないですか？ね、してないしてない。本当？はい。逆になんかレパートリーがないですよね。こう、あ、これ食べたい、あれ食べたいとかはないかな。揚げ物は苦手。揚げ物は苦手です。特にとんかつとかああいうもう本当に揚げる感じののはもうダメですね。でも前なんかドーナツ大好きって言ってました。ドーナツは大好き、今食ってないですけど。ドーナツ揚げ物って知らなかったでしょ。知らなかったです。ね、ええー、とか言ってドーナツあれ揚げてるんですよ。ね、それ揚げて砂糖まぶして。あれ、衣が多分ダメです。ドーナツは、ね。今多分食べたら気持ち悪くなると思う。あ、じゃあ最近も食べないですか？本当に食べないです。本当に食べなくなりました。今だいたい白米ですか？あ、もう米だけです。何グラムぐらい食べてますか？1日この前まで1800、1850かな。でカロリー、総カロリーでいうと5000ぐらいです大体。でそれで85まで増えたんですよ。で一昨日ぐらいに85になって、ちょっと息の呼吸がきつ、あの足のトレーニングで呼吸が少し上がりやすくなったのと、あの普通にちょっとこう寝起きがすごい悪くなったのと、むくみが結構すごい、あ、ちょっときたなって感じなんで、またちょっと昨日から落とし始め、今4200で米の量は1450かな。何回ぐらいに分けて食べるんですか？固形4回のプロテイン1回ないし2回ぐらいです。で1回で白米 400g とか500とか、結構な量ですね。そう、でももう今それ結構慣れちゃったんで、それが結構普通なんですよ。1回 500g とか慣れます慣れました。この前ゴリさんと足のガチンコバトルして、その後2人でステーキ屋さん行ったんですよ。で僕ステーキと特盛りライスって頼んだんですけど、ゴリさんは大盛りライスにしてたんですよ。で僕の方が30分ぐらい早く食べ終わっちゃって、ゴリさんキツって言ってましたよだからまあそこもやっぱ年齢もあるのかなっていうのを感じました。まあそれぐらい食べてるって感じです。はい。